はい、ということで、本日は、谷川浩二先生が作られている爪め将棋集の月光スイカより15手詰めのご紹介ということで、させていただきます。まず、玉型2に玉、これだけということになりますね。これオンリー。攻め方が2、3桂馬、そして4、1、角、そして5、2、角、4、5、桂、そして あ3号桂、えー、4号桂。で、持ち駒は、えー、銀が2枚ということでございます。<laughs> 失礼しました。それでは解説やっていきましょう。えー、3三銀打ちですね。えー、3三二銀落ちまして、1三玉、1三玉、そして2四銀打ちですね。えー、2四銀打ち、 1二、えー、玉そして1一桂馬成で同、えー、玉ですね同玉で取りまして、えー、2二、えー、銀成で同、えー、玉、えー、で1三銀ならずですね えー、このライン角が効いてますから、えー、結局これが一番いい手ということになるということで1、えー、先になる図で三、ね、3一玉で3二角なるとで角捨てまして同玉同玉同玉で、えー、3三桂ると。 で、これも同玉で取りまして。で、最後は4三角なる。これで次なんですね。ー馬聞いてますので、えー、これは馬は取れないということで、桂、え、馬、ー、聞いてます。金の範囲ということで、えー、これで動くことはできないということで、これでいか積みです、えー。ご視聴ありがとうございました。